こんにちは。福岡県のギャラリーのろぺこです。こちらは博多人形の技法で作られている創作刀人形、十二支、干支の置物です。主役の干支が真ん中に来て、毎年使える干支の置物。2022年は寅年でしたが、来年はうさぎ年。それでは引き継ぎ式です。みんな2022年はどんな年だった？また12年後に会おうね。うさぎに引き継ぐよ。皆さん、私は2023年の干支、うさぎちゃん。おまんじゅうじゃないのよ。これはうさぎちゃんの置物よ。2023年みんなが素敵な年になるように頑張るわ。ということで、こちらの干支の作品をご紹介していきます。特徴はこれ置物なんですけど、実は一点一点鈴になってるんです。うさぎさんから見せていきますね。うさぎ、辰年、蛇年、年、羊年、猿年、お尻もこんな感じ、鳥年、犬年、イノシシ年、ネズミ年、牛年、そして12年後また寅年。この赤のマットと、そして主役の座布団もセットです。こんにちは、あたちこごめちゃんです。いろんな